両本願寺戦前の難波別院真宗大家派。難波別院は、大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目にある、真宗大家派の寺院。通称は、南御堂。真宗大家派の大阪教区教務所、教系センターが併設され、大阪府堺市堺区櫛屋町東4丁にある、真宗大家派堺別院を子院とする。別院名の難波とは、摂津国西成郡上難波村の旧地であったことに由来する。船場が市街化された後も、1872年まで、東院南に位置する難波神社にかけて上、難波町という町名となり、以降、1914年まで東院南西部を含む、北部が上難波北の町となっていた。また、東院東側の御堂筋は、北御堂と南御堂の門前を通る道であることに由来する。東を御堂筋、南を北久宝寺町通り、西を渡辺筋、北を北久太郎町通に囲まれた範囲が元来の境内地である。現在、南御堂は南寄りに位置し、北に H 型のツインビルである大阪センタービル、大阪御堂筋ビル、南東に山門を兼ねた南御堂ビルが所在する。かつては系列の大谷女学校も所在した。ありがとうございます。